じゃあ、とりあえずやっていきましょうか。はい。まあ、ウェット系統でいきます。グランプリ。ちょっと待って。とりあえずセーブ、セーブしてからだ。はい。まっさ。まあ、近道とかそういうの、あんまり気にしなくてもいいと思うけどね。ただ、今回ジェットタービンがつけてないんで、あと結構、ね、長いコースなんでね、燃料が心配ではあります。それぐらいかな。で、一人にはジェットタービンを、一人には、これをつけてますね。スクリュー。で、僕もスクリューでいきます。で、装備としてはウェット系統ですね。あー、なかなか追いつけないな、これ。難しいんだね、やっぱり。難しいんだね、やっぱり。追いつけない。やっぱここで苦戦しそうですね。まあ、やり直すこともできるんですが。ここですよ、ここで跳ねるんですよ。跳ねないところで、やっぱりなんとか行くしかないんですよね、ここね。で、まあ、この中は基本大丈夫で。で、抜くポイントが多分あると思うんだよね。だからそこを注意して頑張れば、リスクが低い。そうだよ。まあ、まあ、でも他の二人の頑張りが逆に有効になる可能性もあるから。そうですね。自分がダメでもね。結構頑張ってますよ。ピオ君。ここで抜く。もうここで抜くぐらいしかないんですよね。で、基本的にまあ燃料は今回大丈夫なんで、もうどん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 スピード出していきましょう。今、11と12。ダメだなぁ。飛んじゃったらダメなんだ。飛んじゃったらダメなのよ。だからね、飛ばないところを見つけるっていう風に書いてあったんですけど、まあ、なかなかこれはね、経験がものを言う、やっぱり、感じですよね。なかなか難しいよな、そんなの。そんなこと言われてもなっていう感じでしょ？あそこででも立ち往生してる車が多いから逆に抜けるポイントではあるよね。よしよしよし、なんか出なかった。よし。だからこういうところで抜いていくしかないんですよ、もう。さあ、まあ他の二人の頑張りも非常に重要になってきます。8位と12位。1位を取られるのもまあいかんしね。ここですよね。2位になって。さあ、ここですよ、ここですよ。でもそんなにね、遅いな。1位、そんなに速くない。よし。まあ、ここでもう一気に、こう、突き抜けちゃうのが正解です。まあ、自分は1位で、なんとか仲間10位ぐらいで、粘ってくれ。もう20位なんかになっちゃったらもう、どうにもならんから。あと、ここも跳ねやすいから気をつけて。そう。ここも跳ねやすいんだよ。よし。ただ、もう、一応、独走にまでは来ましたけど、まあ、気を抜いてはいけないよね。あそこの、ここですよね、問題は。ここです。さあ、ここ。跳ねないかが重要。なんか溜まってるけど。あー、ちょっと跳ねた。よし。ここ重要ですよね。まあ、なんとか、仲間は11位、12位で、フィニッシュしてくれればいいです。さあ、なんとかね。そっから落ちたらダメよ。そこから落ちないよね。イオ君もディス君も。よしよし。さあ、ラスト。ドン。よいしょ。あ、跳ねなくてよかった。跳ねるか跳ねないか結構秒数的にもね。普通に走ってるの結構燃料減りましたよね。これぐらい減るんだよな。さあ、これがどうなるか。10位と12位 ?11 位で粘ってほしかったな。10と13位。うわ、やばい。結構やばいぞ。あ、でも記録なしもいる。うわ、10ポイント詰まりました。ただ、2位のチームとは18ポイント差あります。はい。たぶん、ミザル
身軽チームだっけが、ちょっと追いついてきたぐらい。ただ18か、結構追いついてか、追いつかれましたね。まあまあまあ、悪くないんじゃないでしょうか。セーブしていきます。さあ、次。次は、ファイナルシーンで森森サーキット。さあ、来ました、森森サーキット。まずは、レースをちょっとやってみましょうか。どんなコースだっけな。ただ、あと18ポイントで抜かれなければいいから、そんなに厳しい状況じゃ、あ、レッドだ。レッドがこれ桃の言うコースですね。ということで、全員もちろんジェットタービンで行きます。パーチェンジ。ジェットタービンで、もちろん、ウェットですよね。これはもう間違いなく。ハイグレードウェット。あれ、でも自分ウェットがないんだ。じゃあウェット買いに行きます。はい、ウェットオフロード。レーシングタイヤなんてもうダメですよね、絶対。ウェットじゃないと思う、このコースは。スピードマット、ランダムシャーシー、スクイック。ライト、まあ、まあ、普通に。で、ジェットタービン必須でしょ？ニーツくんも、ウェット使いながら、ジェットタービン。まあ、でもいける気がしてきた。あと1コースだし、ジェットタービン、ハイグレードウェット。で、もう1個ウェット買って、ですよね。もう一個ウェットを買って、さあ、最後の挑戦行きましょう。グランプリに出る。ファイナルステージはここ、キノコロードの森森サーキット。路面がウェットで滑るから気をつけるようにな。ハイグレードウェットを3人つけました。全員、ハイグレードウェットで勝負したいと思います。あとは、仲間たちの頑張りにかけるだけ。2位との差は19ポイント。そんなにないんでね。あとセーブもしといたんで、まあ、あとはもうハイグレードウェットのここで、もう勝負をかけようということです。仲間の登場も最後になります。ここで。多分これが終わった大統領選ということなので。さあ、もりもりサーキット、行くぜ！まるまるもりもり、みんな食べるよ！つるつる、でかでか。っていうのも、もう、かなり古いかな？さあ行きましょう。さあ、どうなるかな？よし。さあ、まあ割とね、スタミナ的な面ではそんなに心配しなくていいんで、もうとにかく前に出よう、と。さあ、仲間頑張れっていうのも一つそうですが、まああとは滑んないことぐらいですかね。しっかりその体勢を立て直しながら、これ。で、仲間もそこそこやります。この、そんなに悪い成績は取んないはずなんで、レースで実証済みです、それは。まあ、2位か9位ぐらい取ってくれれば、基本的にはグランプリ取れるんじゃないかなと思います。さあ、頑張ってくれ。すごい、早っ！めっちゃ頑張ってんじゃん。ピーオくん、ここ、得意コースか？絶対得意コースだろ、これ。まさか仲間が2、1とは。そう。普通のレースで走った、A ランクのレースで走った時、ピーオくんがなぜかめっちゃ早かったですね。多分、得意なんだろうな。得意分野。あと、ここのコースウェットですけど、オフロードにも結構ね、ハイグレードウェットは効くんで、別にこうやって中に入っちゃっても大丈夫ですね。このグリップ的な面では全然問題ないんで。あれ？ピオくんどうした？どうした？なんかどっか立ち往生した何しとんねん。ちょっと頑張って。頑張って。1位取りたいな、ここは絶対。スタミナそんな問題ないんで、もう一気にもうご利用してもいいぐらいですね。でもちょっと中に入りながらね。さあ、ご用します。さあ、最後、ラスト。ラストカーブ。ちょっと、カーブ曲がりきってからの方がいいか。よし。いけ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 。微妙だった。最後の曲がり、もうちょっとこう、キュイーンって行きたかったけど、1です。リーツくんが割と低い順位ですが、なんか気がかりですが、1、3位、11位。まあ、多分、グランプリになれるでしょう。さあ、さあどうだ ?1 位、11位、3位。プラスの値でも、1位です。チームごとでも1位です。
グランプリ獲得1位です。8万円ゲット。8万円だってグランプリ。すげえもらえるわ。来ました、アイグレード2もグランプリ優勝おめでとう。大統領ももう目の前だな。あとは大統領の一騎打ちレースだ。分かってるとは思うが、大統領の屋敷がクラウドヒルになるぞ。クラウドヒルの休息と今に送ってあるよ。ってことは結局多分一人一人の対戦だと思うから、一対一の対戦だと思うから、まあそんなに気にしなくていいと思うから、もうあとは仲間、いや仲間よくやってくれた。ピオ君もやっぱあのコース多分得意なんだろうな。まあ、各リーツ君とピオ君それぞれ多分得意分野っていうのがあると、だからあそこでは強く、森森サーキットではね、ピオ君が強かったし、あっちチキーブでは リーツ君がね強かったから、まあなかなか仲間もいい感じでか、あね、記録出してくれて、自分が1位取らなくてもしっかりね、まあ他が、まあでも基本的には仲間足引っ張ってたかなって、まあまあいいでしょいいでしょ。で、大統領選はどのパーツは何がいいんですか。まあ一応セーブしたからいいけど、ハイグレードじゃあレーシング行きましょうか。わかんない、どんなコースかわかんないから、ちょっと、え、ちょっと待てよ、3人とも走んの、これ全然わかんないよ。ちょっとレースする。ブリキンランチ、あ、そうか、街に出なきゃいけない。まあとりあえずじゃあハイグレードレーシングに行きます。セーブしたからね。セーブ、ちょっともう一回ちょっと、心配だからします。さあ。まあ別に何話しかけてもいいんだよね。まあ、この、うん、コースのメンツは、こんなもんだから。どこ行けばいいんだっけ。ここか？ここだ、ここだ。来た。さあ、勝負だ、大統領。ようこそ、あなたはワールドグランプリレースで優勝した方ですね。おめでとうございます。長年門番を務めている私には一目でわかりましたよ。さあ、どうぞお入りください。さあ、行きましょう。バック、丸。バックは丸ですね。はい。さあ、行くぜ。いや、よくぞここまで参りましたが、私は大統領、フォレスト様の秘書でございます。ワールドグランプリの優勝カップを持っている者だけがフォレスト様に挑戦できます。対戦は1対1。マイシティにあるレース場で戦うのです。あのレース場ね。実に簡単ですが、だからこそ難しい。何言ってみれば難しいという意味がわかります。フォレスト様に挑戦なさいますか？はい、挑戦します。まあ、おそらくレーシングのやつでしょう。私が大統領のフォレストだ。君がワールドグランプリを制したのは、わしの若い頃の雰囲気とそっくりじゃ。そうなんだ。全然見た目違うじゃんよ。どうだ、ここまでやってきた感想は。相当自信に満ち溢れている顔じゃな。誠によろしい。しかし君も大統領を目指しているのだとしたら、この私に勝たねばならない。まあ別に目指してるってわけ、まあでもそれがまあ目的っていうわけだからね、一応ね。はい、挑戦します。では勝負。ちょっと待って。ちょっとここの準備。あ、やっちゃった。うん、まあ、もういいや、やろう。よし。はえ。どこ行った。やるわ、もう。ちょっとなんかね、落ち着いてからやろうかなと思ったら。もう一気に始めたか。よし。ほら、追いついたぞ、大統領。あなたの力はそんなもんですか。ちょっと一回あれしたんで、一回ちょっとスタートをしたんで、ポーズしたんで、結構これ差つけられてるかもしれない。はい、あ、まあそんな差ついてなかった。よし。え、これ何周、ちょっと待って、これスタミナ持つのか。これスタミナが持つかわかんねえ。ちょっと待って、何種すればいいのかだけ教えてほしかったな。それだったらさ、なんとなく配分をさ考えられるっていうか、
まあ、ただ、一番いい装備ではあるんで、そんなにね、大差で負けるなんてことはない。スタミナやばいぞ。やっぱ3周か、3周の配分でいくっていう。そんな離れてないぞ。いけるぞ、いけるぞ。スパートかけます。いけるいけるいける。やばいやばい、スタミナやばいぞ、スタミナやばい。持つか。勝った、勝ったじゃね。あー、まず危ねえ。よしきゃよしきゃよしきゃよっしゃ、やりきったぜ。いや、そんな、まあね、ちょっと、最後は本気出した。最後は本気出したけど、まあそんなに、1、2周はちょっと、力抜いて走ったんですけど、ポーズ取ったりなんかして、ちょっと息抜きなんかした、しながら、最終的には勝ちましたね。ちょっと勝てないかと思ったけど。いや、ここどうですか、ここの曲がり。そして、こう、コーナー枠、コーナー枠。最後、ちょっとやばかったんですが、ここでね。で、ちょっとスタミナ的にもボロボロだったんですけど、最後。ここで、わざわざここへぶつかって引っ張ってくれたっていう、そこで。いや、でも、なかなか熱い戦い、ありがとうございます。わぁ、いや、参った参った。本当に君は素晴らしい走りをしているぞ。そうだ、君しかいないだろう。次の大統領の席を座るにふさわしいのは。私はしっかり見届けていた。おめでとう。今から君はこの世界の大統領だ。今からでいいの？あなたが大統領を辞任する、表明を出して、なんか見送られてからの方がいいんじゃないかな。うん、このボディを受け取ってくれたまえ。なんかさ、これをさ、普通の人が言うと、これ、なんか卑猥に聞こえるわ。このボディを受け取ってくれとか言われても。はい、わかりました。9149。何でしょうか？それは。なんだろう。大統領、おー、来た！観衆が。もうちょっとなんか盛大にいてもよくない？うん。お、仲間だ。仲間二人が最後、迎えてくれて。はい、ちょっと、止まっちゃいましたが、また復帰しました。いやー、楽しかったですね。いや、今回もまあ、面白いシナリオでしたし、まあ、世界の広さっていうのをさらに感じられたチョロ Q シリーズだったと思います。世界観がね、すごくワールドマップとか、なんか、マジ車 RPG みたいな感じが、一番出てたのがこのチョロ Q HG2 ハイグレード2だったというふうに思います。レース自体は、3やワンダフォーよりは簡単だったかなという印象ですね。仲間とか増やして、やっぱ RPG 感を楽しむ。それでやっぱりおまけ要素、これからやる、スタンプだったりとか、ミニゲーム、コイン、こういうところの奥深さっていうのは、こっちの方が上かなと思います。まだまだなんか、これで終わりじゃない感じが、非常に漂いますが。とりあえずは、大統領を、ね、抜いて倒したということで、終わりということになりますね。まだまだね、チョロ Q は奥が深いということをね、お伝えしていきたいなと思いますが、とりあえずは、チョロ Q シリーズ、こんなところですね。いやー、結構ね、なんか結構仲間にしてくれっていう感があって、やっぱ、本当になんかね、RPG やってるような感じ受けましたね。で、その中でも決めたリーツ君とビオ君。いやー、しっかり頑張って。ね、ここよくここまでついてきてくれ、グランプリを戦えるね。二人に成長してくれたな、と
いうふうに思います。ご視聴、ここまでご視聴いただいた皆様ありがとうございました。これからはおまけシリーズということで、スタンプ、さらには、スリーワンダフォー同様、悪魔のタイヤ、スタンプ100冊目っていうところを、まあ、頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。はい。両大統領ということで。